今回は明治時代の30回目についてお話します。まず空欄ですね。自分でどれだけ埋まるか確認してください。では一時停止ボタンを押して確認しましょう。はい、どうぞ。ではいきます。前回は第1次松方正義内閣でしたね。その次になります。第2次ですので2回目の内閣総理大臣ですね。答えは伊藤博文内閣になります。では内容いきます。日英通商公開条約が結ばれました。ではこの時の外務大臣は誰か。答えは陸奥宗光ですね。ではこの内容ですね。幕末の不平等条約の不平等な内容のうちの一つが撤廃されました。答えは何か。答えは治外法権の撤廃または領事裁判権の撤廃といいます。これは何かというと、外国人が日本で犯罪とか悪さをしても日本の裁判所では裁判ができないということでしたね。それが撤廃になったので日本で裁判ができるようになりました。でちょっとここ注意なんですけども、この外交の時にやったんですけども、この日英通商公開条約が結ばれた時の外務大臣は陸奥宗光ですけども、実際にこの条約に調印した人、サインをした人はロンドンにいた青木修造ですので、私立大学の場合はちょっと注意してください。では次いきます。日清戦争ですね。原因は何か。朝鮮で起こったこの農民蜂起ですね。ではその事件の名前を何というか。答えは甲午農民戦争または東学党の乱と言いますね。でこの農民反乱なんですけども、朝鮮政府は鎮圧することができませんでした。でその結果日本と清が軍隊を出しました。そしてその後戦争になったというのがこの日清戦争ですね。この朝鮮のことについては番号でいうと154でやってますね。忘れていた人はもう一度確認してください。では次ですね。ここです。日清戦争の条約ですね。あります。講和条約ですね。ではこの条約を何というか。答えは下関条約と言います。日本の山口県下関で結ばれました。ではこの時の日本の全権ですね、2人いきましょうか。1人は伊藤博文内閣総理大臣ですね。もう1人は陸奥宗光外務大臣。この2人が日本全権です。では清ですね。清の全権は誰か。答えは李鴻章と言います。この全権というのは、責任者という意味で捉えてもらったらいいと思います。で次内容ですね。まず一つ目、日本は領土を獲得します。では最初いきましょうか。半島の名前ですね。答えはリアオトン半島。では次島ですね。答えは宝庫諸島。それからあともう一つ、こちらも島といえば島ですね。答えは台湾になります。これはポンフー諸島とも言います。で特にこのリアオトン半島と台湾の場所は非常に大切ですので、この番号の153のところに地図がありますよね。もう一度リアオトン半島台湾を確認しておいてください。では次です。ここですね。清はある国の独立を認めました、ね、どこの国か。答えは朝鮮ですね。これもこの番号で言うと154の時にお話しました。この時まで朝鮮というのは清にとってみたら属国だったわけですね。でそれを分かりましたと。もう朝鮮は清の属国ではありません。ちゃんとした独立国ですよということを認めたわけです。では一番下ですね。日本に払うとあります。何を払ったのか。答えは賠償金2億両を払いましたと。この両というのは清のお金の単位ですね。テールとも言います。でこの賠償金のおかげで日本は金本位制度を取ることができるようになりました。では最後ですね。三国干渉です。ヨーロッパの3カ国が日本に対してこのリアオトン半島ですねを返還するように要求してきました。ではこの3カ国はどこか。答えはロシア、フランス、ドイツですね。でこのリアオトン半島の場所を153で見ていただいたら分かると思うんですけども、朝鮮半島の付け根になります。仮にそこに日本が領土を持つと、
その後中国とか朝鮮にすごく軍隊を出しやすくなるんですよね。でそれを嫌ったのがこのロシアです、ね、朝鮮の北にある満州を狙ってましたね。で日本がこのリアオトン半島に基地を持つとロシアにとって都合が良くないということで圧力をかけてこのリアオトン半島を清に変えさせました、ね、今回はここまでです。ありがとうございました。